利用くらいしてよ。やだ、そんな顔しないで。今さら自覚してたでしょ。実感湧いてきた。これが私の覚悟だよ。もう放課後二人きりで会ったりしないから。そう、分かった。そう、私取り返しのつかないことをしたんだ。うん、一緒していい？どうぞどうぞ。どうして？あ、そうか、普通にしようとしてくれてるんだよね。学校でならいいんだよね。ほら、ここは死後禁止。あ、ごめんなさい。熱があるなら先に行ってくれればよかったのに。ユウスケ与えてくれなかった。ごめんって。ダメだよ、こんなのやめなきゃ。何も気にすることないんだよ。花火と私のことは他の誰も知らないんだから。ねえ花火、なんでまた改めてアワヤと？本当に好きな人の気でも引きたいの？好きな人がいるの？え、それは。花火はそのままでこんなに魅力的なのに、そこまでして手に入れたい相手って嫉妬しちゃうな。そんなことない。本当だよ。